タレントのタモリが司会を務めるテレビ朝日系「タモリステーション」午後8時が27日に放送された。米大リーグで日本人初の本塁打王に輝いたエンゼルス・大谷翔平について特集。大谷はなぜホームラン王になれたのかというテーマで、大家をよく知る8人の証言を機に本塁打王のルーツと素顔に迫った。写真、大谷翔平。 美人母との貴重な2ショット。最初の証言者は、岩手県水沢市、現、奥州市、出身の大谷が所属していた水沢リトルリーグの佐々木和夫監督。当時の大谷は同世代のチームメートより体格に恵まれ、勝ちたいという気持ちを前面に出す子どもだった、と振り返った。WBC の最後、三振を取った瞬間にグローブを投げたり。 帽子を投げたりという姿が翔平の本来の姿と明言大谷は当時から本塁打を多く放っておりライト方向にも打っていたというライトには近くに川があるのでネットを越えちゃうと公式ボールは濡れて使えなくなるものですからコーチと相談して引っ張り禁止令ということでレフト方向を狙って打つようにで、て翔平に言ったと知られざる事実を明かした佐々木監督 運動能力が高いので、すぐにレフト方向への打撃ができる。簡単にやってしまう子でした。レフト方向への打撃は、少年時代に培われたものだった。日本ハムで GM を務めた山田正雄氏は、大谷が高校時代に出場した選抜大会で本塁打の後に放ったサードライナーに注目したそうで、これは普通じゃないな。かなりいけるなと思いました、と証言。 レフト方向への打撃は本塁打以上にプロ野球関係者に強烈なインパクトを残した。日本ハム時代の大谷の同僚でソフトバンクの近藤健介は今年開催された WBC の日本代表として6年ぶりにチームメートに大谷について5倍くらいすごくなっていました。技術と体力すげえなってと成長ぶりに驚いたという。 大谷は先発した中国戦後、残って上半身のウエイトトレーニングをしていたといい、よくわからない重さでやっていますね。目指すところが今日の試合とか、そういうところじゃないんでしょうね。近藤が最も気になった大谷の変化は、ノーステップの打法だった。日本ハム時代は右足を上げるスタイルだった大谷が、なぜ変えたのか聞いたところ、バントに近い形、と答えたという。 古よりバントの方が当たるでしょ、みたいな。究極はバントでホームラン。そのぐらいの動きの小ささにしたいと言っていた。バントのようにまず正確にボールに当たる形を追求した結果、動きを最小限にしたノーステップ打法に行き着いたのだった。エンゼルスの元監督のジョー・マドン氏は、2021年のシーズン開幕前に GM とも話し合いあらゆる制限を設けないことを決めたといい。 大谷も笑顔で賛成したという。オールスター戦では史上初の東谷二刀流で出場し、投手が降板後も指名打者として出場が可能という大谷ルールが設けられた。翌年からはレギュラーシーズンでも大谷ルールが適用され、マドン氏はみんな翔平が見たくてお金を払って試合を見に来るんだからみんなが望むものを与えるべき。 メジャーリーグはいい仕事をした、と話した。大谷に魅了され、FOX スポーツ、週刊翔平大谷ニュース、で司会を務めるベン・バーランダー氏は、翔平のことを全く知らなかった女性が、翔平の大ファンだった夫を亡くしたことをきっかけに野球に興味を持ち始めたそうなんだ。今では熱烈な翔平ファンになっているよ、と明かした。野球以外のところでも知ってもらいたい。 と話していいたという大谷にバーランダー氏はそれはもう実現しているよと伝えたといいその時の翔平の嬉しそうな顔は一生忘れられないよと感慨深げだったエンゼルスのルーキーのザック・ネトも大谷に見せられた一人だ翔平が発言するときはできるだけ耳を傾けているよ説得力があるからねと力説あるとき三振してベンチに座っているとどうしたの と声をかけてくれた、と言い、大谷とスイングが似ていることから、感じたことや自分のことを例えに出して教えてくれた、と感謝した。チームメートで守護神のカルロス・エステベスは、大谷からホームランを打ったときにチョップのパフォーマンスをしているんだけど、ピッチャーも試合を終わらせたらやってほしい、と頼まれたという。それからはみんながやり始めて、今もやっている。一人や二人ではなくて、 全員がやることでチームが盛り上がるんだと大谷がチームの中心になっていると語った大谷と同期入団のデビッド・フレッチャーは翔平は逆境に強い失敗やけが何かあった時はいつも強くなって戻ってくる絶対にモチベーションは落ちないしいつでもポジティブに自分の力を信じて突き進んでいるよと盟友の素顔を明かした